2種類のダウンスイングの方法、2つの方法を検証しています。うねり系と縦に降りるダウンスイング、この2つのダウンスイング、メリットとデメリットとは。お知らせです。2019成田にて原田ゴルフレッスン会が決定いたしました。場所は富里インターゴルフ、6月10日と11日月曜日と火曜日で行います。詳細は原田ゴルフ公式サイト原田ゴルフ .jp にてお問い合わせください。いつも YouTube をご視聴の皆さん、ぜひこの機会に、ぜひとも、成田にお越しください。よろしくお願いいたします。ダウンスイングの方法、2種類あって、直線的に引き下ろす方法と、あと少しうねりを入れるっていう方法ですね。少しこのようにうねりを入れてきます。この2種類があるというふうに考えます。私はどっちかというとこう直線的、若干ではうねりも入れていくという、直線的な感覚に少しうねりが入るぐらいかな。ただもうストレートに入れないとわからないという方もいるんですね。こううねりを入れると振り遅れてしまうんですね。ここからちょっとシャットからうねりを入れる方がうまくいく方、あと直線的に入れる方ですね。どっちもね、いいところと悪いところがあって、うねり入れるとね、こうスピードは出るんですよ。ただその分振り遅れやすい。振り遅れるっていうことは、逆に言えばその分クラブが遅れてくれるので、しなりが出るから飛距離が出るということですね。縦の場合はこの感じで、この縦の動きに対して少しシャットを遅らせていくとしなりが深くなるんですね。でそこを螺旋のようにこう少しシャフトがねじれてくれるのでクラブが遅れる量が多いと。で体の使い方もより筋肉がのこうしなるというか伸びるというか、直線よりは、柔軟性のある方はね、少しうねりを入れた方が飛距離が伸びるというふうに言えます。ではこううねる感覚のダウンスイングの方のトレーニング方法はどういう練習がいいかというと、この8の字をこう書いていただくといいかなと思いますね。そうするとこうクラブが遅れてくる感覚が理解できる。クラブをねいきなり、上げるんじゃなくて少しクラブを遅らせる感覚ということになります。このようにですね。そして切り返しで腰を切るというかですね、下半身のリードで入れるとクラブヘッドがこう遅れてくれるのでよりしなりが出てくるということが言えます。練習方法はここからいきなりインパクトっていうね、これがちょっと練習法、ちょっとかなり難しいですけどね。このいきなりトップに持っていき、ここからダウンスイングに入っていくと自然と下半身からリードされてクラブが遅れてくると、このようなダウンスイングを練習してくるといいですね。やはりねこれはねちょっと難しいんですけど、動画でね見ていただいて、実践しなくてもいいんでこの感覚を理解するといいと思います。いきなり上に持ち上げて後ろ側からクラブを少し遅らせてトルクが感じるようなうねりを入れていくと。で今度は縦に下ろす、こっちの方がね割と簡単なんですね。イメージはねこれはフラフープなんです。ですからフラフープをちょっと用意しておきますけど、このようにフラフープを持ってこのようにラインがストレートなんですね。あんまりうねりが入らない、まっすぐのイメージでこううねりを入れないで直線的なダウンスイングのイメージ、この方がですね割と優しい、クラブを縦に使っていく感覚です。ここにクラブを入れていくと分かりますね。これが縦のイメージです。あまり内側にクラブが入らないように気をつけなければいけない、この直線的なイメージです。体とクラブが割とこう同じスピード感、あまりこう遅れる感覚がない、若干は、ね、やはり遅れなきゃいけませんよ。何もね遅れないでね、手からヘッドから上げようと思わないでください。ただ体とクラブがこのように縦の、体は回転しながら手を縦に使っていくようなイメージ、どうでしょう。この方が割と楽ですね。クラブがあんまりこう振り遅れる感覚がないというか、その分やはり振り遅れないんですけれども、クラブがまっすぐ降りてくるので、少しこう筋肉のストレッチ感がないというか、直線的に降りていくようなイメージになります。どっちがいいとか悪いとかではないんですけれども、比較していくといいと思いますね。でどっちがこう練習していて、飛距離が伸びるかとかですね、自分でやってみるといいと思います。でまずうねり系はこのようにクラブを遅らせて切り返しで
インサイドからこのように内側から入ってくるようなイメージになりますね。体を上げ、でバックスイングした時にクラブを少し遅らせる感覚です。こっちは縦系ですね。縦に下ろす感じ。クラブを体の回転に対して縦に使っていくので割とストレートな動きになります。まっすぐね、降りてくる、まっすぐ上げるような感じ。あまりクラブが遅れません。振り遅れがないようなスイングになりますね。比較するとわかるんですけれども、クラブがすぐ上がるのとちょっと遅れてきますね。すぐ降り、まだまだクラブが後ろに残ってる状態。ちょっとインパクトが後からついてくる感じ。その分飛距離が伸びるということですね。その分ただ振り遅れやすい、ここのリスクと リターンというかね、そういう考え方が言えると思います。でどちらも言えるのはね、インサイドにこう入れないってことですね。クラブだけいきなり内側に引いてしまうと、まあ、いろんなミスが出るので、体の正面にクラブがある状態で縦に上げる、まあ、外から降りてくるということを なるべく、防ぎたい。もしくは内側に入れすぎ、ダウンスイング入りすぎてもいけない、ちょうどいい体の正面にクラブが存在している状態で、やっていけない軌道はこのように内側から入り外に抜けていくような、このような感覚が出てくると、まあ、アウトサイドインが直らないんで、常に体の正面、もしくはうねる場合でもインサイドからテイクバック、インサイドに入れてしまわない、入れてしまうと非常にいろいろなミスが出てしまうということが言えます。まあ、そこを加味してですね、自分のスイングというのを作ってください。まあ、私の動画だとね、両方2つこの今縦に使う場合とうねる場合の2種類の動画があると思うんですね。私自身スイングしてて分かると思いますが、あんまりそこまでうねりっていうのはね、実際のスイングではないんですね。縦の動きでスイングしている方だとは思います。こう、まあ、若干下半身のリードでうねりは入れてますが、あまり意識しすぎると振り遅れてしまうので、まあ、そこら辺のところはですね、自分の個性というか、そういうところを考えながら練習していくといいと思います。ということで、2種類のダウンスイングの方法、まとめになります。まずはこう縦にこう引き下ろす感覚ですね。まあ、この方が割と楽。あとはうねる感覚。こっちの方が飛距離を伸ばすことができます。よりシャフトがねじりながら、ねじられながらしなるということですね。これは縦にストレートに降りると。まあ、2種類。シャフトのしなりはこれで分かりますね。縦にしなると、とうねりを入れると少しそれのしなりに対してねじれが生まれますね。そうするとよりクラブが遅れてくれる。まあ、イコールね、その分、しなりが深くなるので飛距離が伸びるということになります。体全体をうまく使ってこううねりを使う、まあ、体が柔らかい方とかね、うねった方が飛距離が伸びやすい方もいますので、これは自分でやりながらですね、練習しながら2つの種類を練習してみるといいと思います。これがうねる方のダウンスイングの練習方法。いきなりバックスイングです。いきなりトップですね。いきなりトップまで持っていく方法。あとは体を一回右に向けてから、この少しクラブがインサイドに入りますが、このようなクラブの使い方、これはフラフープをイメージしていくと縦の動きっていうのは理解できます。あまりこううねりを入れない、ストレートな体の回転と縦の動きをこうミックスしてスイングしていく。スイング軌道は、まあ、縦と横の関係性っていうね、お話をよくしますけれども、これは縦と横の関係、この腕を ねじらせてうねらせる動きの場合は螺旋的な動きですね。まあ、縦の動きはこのようにまっすぐ降りてくるようなまっすぐの階段というふうに考えてください。この方が割と体に対してイメージしやすい方、まあ、インサイドにクラブを入れてしまうといけないですね。こういう螺旋階段ダメですね。これだと左に引っかかってしまう、アウトサイドインの階段になってしまいます。まっすぐの階段か、こういう螺旋階段、ねじれを入れたダウンスイング、この2種類で考えていただくといいと思います。どちらのダウンスイングもインサイドからにクラブをいきなり入れないように気をつけるということが大切です。クラブを上げるということですから、まあ、先ほど言ったように階段で言うとストレートな階段と少し螺旋階段、この2つの階段をイメージしていただいて、どちらが自分に合うのかということを考えて練習してみるといいと思います。では皆さん、ダウンスイングの方法、いろいろな2つの方法ありますので練習をやってみてください。札幌のゴルフスクール、原田ゴルフ動画レッスンチャンネル。最新動画見逃したくない方は、まずここをクリックしてチャンネル登録をしてください。そしてその後にこのベルマークをクリックすると最新動画が通知されます。ぜひ登録をよろしくお願いいたします。最新動画がアップされる夜7時にお会いしましょう。